あのさ、気のせいならいいんだけど、午前中にとてつもない叫び声聞こえなかった。あーうん、聞こえた。何人か笑ってたよ。なんで実技でもないのにあんな叫び声聞こえたんだろう。聞いてみるか、行ってくる。たった今。おかえり、なんだって。チルの先輩がやらかしてケイネ先生と相馬から同時に攻撃食らったと。それであんな叫び声出るの？え、あ、そうなんですか。うわやばー。さき、どうしたの？なんか先生曰く、おそらくケイネ先生のデコピンを食らったんだろうなって。で、ケイネ先生のデコピン、なんか石粉砕しちゃうらしい。いや怖えよ、マジで言ってんのか。寝てたのかな？どうやろうか。実技の先生以外も攻撃力高めなんだね。なんだよ攻撃力高めって。それ以外あるかね。 RPG ちゃうねんぞ。デコピンの攻撃力カンストだね。他ステータス気になるわ。あれ、RPG じゃないって言わなかったっけ。あむあむ、おばちゃんおすすめ今日も美味しいな。もう馴染んだ感があるな。そうだねー。あ、そうだキリト、リン先輩のこと聞いたりした。あ、聞いてきたよ。まだ LINE の返信も来てないんだって。リン先輩既読早いから返信できないってことは、スマホが使えない状態ってことだな。早くリン先輩に会いたいよ。マジ会いたい。それだけ聞くと恋人に会いたい的な感じに聞こえる。ここ落ち着けっての数。まあそれはそれとして、本当に会いたいよね。そらそうだ。またサラ先生に様子どうだったか聞いてみるか。そうだね。おい施設組の一年たちが何ですか、さっきの叫び声って聞きに来たぞ。え、まさか聞こえてた。かなりの落とし込めてアウトになりそうだったから聞こえても不思議はないのだ。とほほ。というかさ、相馬の攻撃は慣れたんだけど、ケイネ先生のデコピンあんなに痛いの。すごい落としたもんね。痛みの 99% ケイネ先生のデコピンが占めてるんだけど。まあ、寝てる方がまだマシだった行為だもんね。まさか何の強化やってるかわかりません状態だったとは。さすがの私でもそう来るとは思わなかったのだ。バケ通り越して別の何かなのだ。仕方ないだろう、心配なんだからさ。それはみんな同じだっつーの。リンを言い訳にすんなバカ。ごめんなさい。たくよ。まあ擁護できないけど、一年のところまで響いてたとは。そら何事だって聞きに来るわけだよ。いや久々に見たな、ケイネ先生のデコピン。アスカがこの学園にいた時の一回きりだったな。ちなみにそれ誰が受けたの。で、え、じゃあ聞き間違いだったかもしれないのだ。そんな、もう一回言うのだ。誰だったのだ。いやだから、でだよ。え、ヒイラギ先生、嘘でしょ。あのヒイラギ先生が受けたの。お、そうだよ。想像できねえ。ヒイラギ先生がケイネ先生のデコピン食らったって。なんだ、なんか呼ばれた気がしたが。あ、ヒイラギ先生、ちょうどいいところに。なんか用事か。今日は大佐、ケイネ先生のデコピン食らったんだ。出た？殿下の宝刀ケイネ先生のデコピン。で、それを以前受けたのが先生だって聞いたんだけど、本当すか？ああ、バッチリ食らったよ。うっそ、マジだったんだ。控えめに言って死ぬかと思ったね。ちなみになんでデコピン受けちゃったのだ。そうですよ、先生っていつも成績いいってお母さんが言ってましたし、チルノと同じく寝てたとか。ああ、そうだな。結果を言えば寝てたせいなんだけど、実はさ、6時間の中で5時間爆睡こいたんだ。チルノ並みに寝てる。一体なぜ？前日がさ、極度の睡眠不足でさ、その、なんで睡眠不足だったかって話だけど。え、なんでそこでだんまり。言っていいものか。お前まさか。じゃねえだろうな。まだ真昼なんですけど。正解。そんなイメージないんだけど。お前ら、サラの本能むき出しになった状態を舐めない方がいいぞ。毎回1ダースは使うからな。1ダースっていくつなのだ。12だね。え、毎回12。聞いていいのかわかんないんですけど。そんなに持つものなんですか。弾丸というか、欲求というか。
みんなもそういう体験をすることになるだろうから言っておくが、男はしたらすっきりするが、女は条件と呼称するが、そこに行けば行くほどどん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 欲求が増していくものだ。そういう面では男女それぞれ逆転してるもんなんだ。で、女の方がもともと兼ね備えている欲求が強ければ強いほどブレーキなんてもんはなくなってしまう。男はそれに応えてやらないと、下手したら関係破綻とかになりかねないから、頭の片隅にでも置いとけ。逆によくリンストリで済みましたね、先生。それは正直俺も思う。まあそれが、俺がデコピンを食らってしまった理由だ。逆にサラさんは授業中でなかったんですか？あいつ俺が体力底つきできっついチュースやすやと横で寝やがるから、授業中は寝なかったな。あいつ一人すっきりしやがってって毎回。あら、ヒイラギ先生が教室に。おっと、臨時の保健体育の授業は終わりだ。じゃ、みんな昼の授業も頑張れ。あ、はい、お疲れ様です。いや、ありがとうございます。何の話をしてたの？あ、先生の人生の話。とにかく昼の授業だ。昼間がお腹。もう、点滴落ちなくなったな。冷戦さん呼ぶか。ナースコール。ごめん、ちょっと待ってて、リンちゃん。あ、はい。トイレ行くの？行かないの？なんて。と、いれ。大変そう。ごめん、お待たせ、リンちゃん。さてと、なんか大変そうでしたね。何が、トイレ行くか行かないかでなんか言ってませんでした。あっちゃーピッチ切ってなかったか。認知症のおばあちゃん、とかですか。そうなんだよ。ナースコールをしたのになんで押したのか分かってなくて、トイレかなーって思ったけど何も分かってなくてさ、もう何だったんだってね。あらら、よし、これでオッケー。そうだ、ちょうどいいからお水飲むのとトイレを。あ、じゃあ冷蔵庫から出そうか。起きれるかな。よいしょ。おー、体起こせたね。ベッドに座れそう。な、なんとか。やっぱりまだ体が、鉛みたいだ。立つのは、無理そうね。よし、じゃ先に水飲んで。あ、開かない？ほいしょ。はいどうぞ。じゃ車椅子持ってくるねー。はい。はい、戻りーの。足に力が。はい、せーので。前より動けるようになったじゃんか。本当は一人で行きたいんですけどね。まああれだけの高熱だったんだから、焦らず、ゆっくりね。はい、それじゃまた。何かあればナースコールでね。ふう、体起こせるようになったから、スマホは、あった？すっご。LINE の通知30超えてるし、全部返していくか。この時間だと、みんな授業中かな。あ、アスカさんや霊夢さんからも来てる。これも返してっと。理事長に校長からもメールで。これも返さないと。カズくんたちまで。これもっと、忙しいなおい。お母さんはメンヘラかでもしてるのか。でこうなるから、こういう時どうすればいいかって話になるのね。あ、やっべ、すんません。あ、私もだ。ごめんなさい。もう？まあいいけどね。ちょいちょいちょい、なんだなんだ。あれ、私のスマホも。ちょっと待った、リンからの返信だ。私にも来た。私にも来たのだー。ずっ。理事長、書類の方を。どうかされました。パソコンを見て微笑んで。先ほどリンさんからメールの返信が来ましてね。本当ですか。もしかすると校長にも返信が来てるかも。本当だ。ようやく返信ができるくらい体が動くようになりました。温かいお言葉に感謝します。まだしばらく復帰に時間を要しますので、またしばらくの間ご迷惑をおかけします。と、待ち遠しかったメールが来ましたね。おそらく皆にも返信をしていることでしょう。
これでとりあえず山は越えた、というところですかね。あとは面会ができれば。ですね。